それではこちらの文献について紹介させていただきます。まずアブストラクトです。まあ、ある言語的な言語学的な仮説、まあ、主に中国語なんですけど、それを調べるためにサブワードを考慮した単語分散表現を、このために提案して、そしたらこうインドユーロピアン、まあ、こっちの方の言語っていうのは、単語、新しく発生する単語ほどそのサブワードに対するこう意味的な重みがどんどん増えてくるに対して、中国語とかだと、逆に、サブワード自体に対する漢字一字とかっていうのに対する重みがどんどん減ってて、代わりにその単語全体をに対する重みが増えたっていう風な内容です。まあ、まずこの研究のモチベーションとして、言語学的な結論なんですけど、中国語においてすごい初期の方は、二音節より単音節の方がこう優位性があったのに対して、だんだんこう二音節、まあ、単音節っていうのがその漢字一字とかっていうものなんですけど、そこからこう複数あるものにどんどん移ってきたっていう結論がありまして、でこれに対して、まあ仮説を立てて、その現代の中国語において、まあ、単語に含まれる漢字一字、単語の中、単語ってこう漢字二字とか三字とかで形成するんですけど、その中の漢字一字、まあ、サブワードは意味的な役割が少ないんじゃないかっていうことを立てて、これを、検証するために今回の実験は進んでいきます。で、これを調べていくために、単語分散表現っていうものがすごく有効なツールであるっていうふうに述べているんですけど、まあ、リレーテッドワークとして、まあ、分散表現を学習するときに、まあ、効果的な方法が2つあって、まあ、おなじみなんですけど、シーボーとスキップグラムがあると。まあ、シーボーがコンテキストからターゲットを予測して、で、スキップグラムがターゲットからコンテキストを予測するっていう、まあ、ちょっと逆なものなんですけど、まあ、それぞれこういうものがあって、で、派生というか発展として、まあ、キャラクターエンハンストワードエンベディングとかファストテキストっていうのがそれぞれ派生したものとしてありますと。で、この CWE って今度から訳していくんですけど、この CWE っていうものとファストテキストっていうものはなんか注目しているところがすごく近くて、まあ、まあ単語だけではなく文字も考慮してあげようっていうふうな内容になっています。なんですけど、まあ、ほとんどこうアベレージベクトルの X の式を見るとなんとなくあるんですけど、まあ、単語と文字っていうのを同じような重要さで扱っているっていうのがあって、まあ、これをうまいことやるために提案手法として、サブワードを考慮できるようなものを提案しています。でそこで提案する手法なんですけど、ダイナミックサブワードインコーポレティッドエンブリングモデルって言って、この、DSE っていうふうに訳すんですけど、まあ、になればその、先ほどの CWA とファストテキストの式に、まあ、単語の V っていう単語のところに H っていう重みをつけて、サブワードの部分に、まあ、その 1-H っていうものをつけてあげるっていうだけの式になっています。この H っていうのは何なのかっていうと、まあ、単語自体のその重みみたいなものを割り当てて、逆サブワードの部分にその1から引いたものを重み付けしているっていう感じになっています。で、まあ、具体的なモデルはこんな感じになってて、まあ、左が CBO の方で右がスキップグラムの方になっています。で、単語自体にそれぞれの、まあ、コンテキストとかターゲットの単語自体にその H っていう重みが振られていて、でそれぞれの単語のサブワードの部分に 1-H っていうものが振られているっていう、まあ、割とシンプルな構造になっています。で、先ほどの、仮説を確かめるために実験をしていくんですけど、で実験はまずこう Google の、まあ、Wikipedia のやつで訓練させてあげて、まあ、モデルはその CBO、DSE の CBO とスキッププログラムで、あとは、まあ、それぞれの CBO とスキッププログラム あの派生だったその CWE とファストテキストを使っています。で実験項目が2つあって、まあ、1つがその
単語自体にかかっている重さっていうものと、その単語の発生時期にどんな相関があるかっていうものを調べていて、ここでいう発生時期っていうのが、Google Books Enneagram っていうそのバカでかいコーパスの中に、その初めて登場した年っていうものを発生時期っていうふうにしています。でそれと、発生するたびにその H っていうものを調べていって、それが、数字的にどういうふうに変化をしていくかっていうのを調べています。で、あとはあの分散表現なので、まあなんかその分散表現の品質をチェックするためのタスクとして、この意味タスクでシミュラリティとアナロジーを、用いて評価しています。で結果です。まず、単語の重みと発生時期の相関なんですけど、左側がそのインドヨーロピアンって言われている、英語と、フランス語とドイツ語とイタリアン語とあとスペイン語の5つの言語で、右側が中国語になってるんですけど、インドヨ左側の方だと、だんだん、時代がこう左から右に進んでいくほどに、その単語に対する重みの H っていうものがこうどんどん減ってきているっていうことで、なんかどちらかというと単語っていうものよりこう部分的なサブワードを重視しているようになってきた、新しく生まれる単語ほどそちらを重視するようになってきているというふうになっています。で、逆に中国語の方だと、どちらかというと右肩の方に上がっているので、進めば進むほどその単語に対する重みというものが増えてきているというので、サブワード、インドヨーロピアの方と、中国語の方でサブワードの単位が少し違うんですけど、サブワードこちらで言うと大体漢字一字というものより、単語そのものというものを重視しているようになってきている。でここで、仮説への証拠が、確かめられたというふうに述べています。で、今回、中国語の方だと、ナンバーオブキャラクターズって言ってこう単語を構成する文字数漢字数が、2文字3文字4文字で実験をしています。で、次に、なんだっけ、分散表現の品質をチェックするために、分散表現を評価する、この意味タスクっていうものをやったんですけど、この結果にある通り、そこまで大きく変化はないけれど、DSE のスキップグラムの方で、多少の精度向上が実現できたというふうに述べています。またここで、そんなにステートオブジェクト級の性能が出なかったけれど、仮説をモデルこの提案したモデルが、それなりに正しく動いているっていうふうなことを確認、妥当に動いているっていうものを確認して、また、できたっていうふうなことを言っています。はい、すみません、コンクルージョンです。なんだっけ、中国語とかだと、新しく生まれる単語ほど、その漢字の集まりの単語っていうものより、ものの方がその漢字一字、漢字一字とかがこう担う意味のなんか重要性みたいな役割というものが少し、下がってきているっていう仮説を検証するために、サブワードを考慮する分散表現を提案しています。で、インドヨーロピアンの5つの言語だと、新しく出てくる単語ほどそのサブワードの重みというものがどんどんこう重視されていって、単語そのまとまりにへの重みが少し減ってきている。で逆に中国語の方だと、サブワード漢字一字とかの重みが減って、そのものに対して重みがつくようになったというふうに述べています。今回は以上です。